はい、どうも、タクタクです。鬼遊び。実況プレイやっていくよ。よし。前回なんだっけ。もうね、時間が空いてるから。これどこだ？あ、なんかお札をさ、そう、あ、違う。ね、なんか集めに行くんだよね。それで、どっちに行けばいいんだ？さあ、これ。おーにひめ様が、やばい。まあね、気持ち着替えてサクサク行こうか。これでいいのかな。あ、あ、うん、始めるとこ間違ってたね。よし、じゃあ次のお札をね、取りに行こう。うん、確か前回は上のお札を取りに行って、ここだ、ここ、こう取ったんだけどセーブをしてなかったみたいな、そんな感じだよね。セーブしておこう。おーい、ちょっと待って。よしよしよし。姿が見えないって、なんかもう青鬼より大変じゃないですかこれ。やばいって、やばいよ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 、わー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 、おー、まいたー。ここにもお札あるかな。お、取ろう、8の札。全部で10枚あんのかな。まあ、とりあえずここもセーブしておいて。うん。おーい！やばい。全然見えないしさ。おい、やばい。おお、巻いた。お、ここは取ってないよね。はい、4の札ゲット。お、今回順調だな。でもこれ全部集めるのもなかなか大変だよ。うん、こっち方面にも行けばいいのかな。はい、1の札。ということは、1、3、4、8、10。あと5枚か。5枚。5枚ね。こっち行くと、道がこっちー。あ、落ち着け。落ち着け。あ、バカ！あ、まだ引っかかる。引っかかりが。あ、なんで、捕まった。まあ、めげずに行こう。出てくる。やばい、引っかかった。地味なんだよな。姿が見えないから。よし。お、なんか、どうするんだろうな。お札。え、でもなんか全部行ったんじゃないか。他に道なんかあったか。わからん。正しき場所にお札を納めよう。
お地蔵様があるな。これなんか意味あんのかな。お地蔵様の1,2,3,4,5 体、お札も5枚、10枚。これ10っていう数字じゃねえか。あれ、これなんていう感じだっけ。これなんだっけ。10じゃなかったっけ。違ったっけ。もうちょっと待てよ。お地蔵さんの数と札の数は一致してんな。ああ、なんか意味あるのかな。よし、わかんない。わかんないけど、なんか意味はありそうでなさそう。わーい、おわー、おー、あ、やばいやばいやばい。この上ってなんだっけ。いー、うわ。はい、ここからか。グダグダな回だな。何がな。あ、え、え、もうダメだ。あ、やばいやばいやばい。うわぁ、おぉ、嫌になってきた。おぉ、いやぁ、もうダメだ。はい、一回この辺でやめよう。で、次回は巻いたとこからスタートします。はい、ではまた次回ご覧ください。ではまた。